グッケンハイム美術館は、スペイン・ビルバオのシティプロモーションの事例である。シティプロモーション、または、シティマーケティングは、都市や都市内の地区で行われる、特定の活動を推進する目的で実施する、プロモーション。関連する言葉にシティブランディングがある。観光の促進、国内での移住者の誘引、企業誘致のために、都市の対外的なイメージを変えるために行われる。 特徴的な点として新たなランドマーク、フラッグシップ、建築物、構造物を開発する。市場性のある商品としての都市の開発は、体内投資と政府の資金を呼び込むために都市間競争をもたらした。しばしばオリンピックのような国際的スポーツイベントの誘致が試みられる。グローバリゼーションの影響で都市間競争は地域、国内、世界レベルで存在する。 都市の中には特定のブランドと関係するところがあり、相互に関連し合うが、商業ブランドが都市ブランドを上回るほど強力である場合もある。その実例が、イタリアのマラネットであり、フェラーリの本社所在地という点が、観光客が最初に魅了する要素となっている。シティプロモーションは、戦略的ないし有機的に行われうる。戦略的な例として、アメリカのラスベガスバレーがある。 同志は文化的、経済的なボーナスを得るという戦略的意図を持ち、様々な努力を行っている。有機的な例として、イスラエルのエルサレムがある。同志は何、世紀にもわたって、まとまりのないステークホルダーたちが、都市の名声を高め、聖地巡礼を促進し、文化的、経済的なボーナスを生み出してきたため、主だった戦略なしに、プロモーションが行われてきた。 両事例はどちらもシティプロモーションであるが戦略的及び有機的な関与が異なる。一般に戦略的なプロモーションだけで都市イメージを構築することは困難であるため有機的なプロモーションは戦略的なプロモーションと並行して実施される。スコット・カトリップによれば最初に行われたあるいは最初期に行われた自治体プロモーションプログラムは 1896年にアメリカシアトルでエラストゥス・ブレーナードによって行われた。当時のシアトルはクロンダイク・ゴールドラッシュによりポートランドやカナダのビクトリアとの間で都市間競争にさらされ商工会議所内に広報局を設置した。成功を収めたマーケティング活動と同様に都市はアイデンティティとメッセージが効果的に伝わるように長期計画に基づいていなければならない。 ステークホルダーの間での共有されたビジョンは、都市のイメージにとって、まとまった包括的な戦略の発展の助けとなるであろう。シティブランズインデックスは、50都市を6つの指標で順位付けしたもので、半年に一度発表される。2015年のレポートでは、パリが首位となり、以下、ロンドン、ニューヨーク、シドニー、ロサンゼルスと続いた。ありがとうございます。